はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回もコールオブデューティーモバイル早速ね実況プレイやっていくんですけども、今回紹介するのはシーズン3で追加されたこちらの最強スコア総リーク XS1 ゴリアテなんですけども、こちらが今だいぶ強いみたいで、まあランクマだとねちょっと安定して出せないっていうのがあるんですけど、まあ公開マッチぐらいなら毎回ねモサが出しまくってまあ猛威振るってるらしいんですよね。でまあそれで色々と対策練られて、まあロックオンができるランチャーだとか、あとスペシャリストのオーマシンだとかテンペスト、まあそういった形で色々と対策練られて肩身が狭くなってきてるんですけども、実はこいつ自体にパークが一部適用されまして、まあ本家 COD じゃ絶対なかった仕様なんですけど、こいつ自体にパークのフラッグジャケットやタクティカルマスクっていうのがね適用されるんですよね。もうええって感じじゃないですか。もうただでさえね、硬かったこいつがさらに硬くなるということで、いやもうマジでビビりますよね。まあ、本気やってる人からするともうありえないね、とんでもない仕様なんですが、非常に面白そう。かっこ月顔なんで、早速ね、ちょっと検証と実況プレイやっていきたいと思います。これからもね、こういった形でコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それではやっていきましょう。まずこちらがほぼほぼ関係ないパークですね。ハードラインだとか機敏だとか、まあ、そこいらあたりのパークをつけたのがこちらなので、まず関係ないこちらの、まあ、最弱ゴリアテとでも呼んでおきましょうか。こちらで検証していきましょう。まずはこちらコンカッション、まあ、フラッシュバンかな使っていきます。はい、まあ、こんな形でホワイトアウトっていうのかな、ああいう画面が真っ白になると、これがまあ何もなしの状態ですね。そしてお次セムテックスですね。粘着爆弾つけていきます。さあ、ついていきましたと。さあ、これでどれぐらい減るか。まあ、だいぶ減りましたね。まあ、5分の1ぐらい。そして、重ね重ね、ランチャー撃っていきます。へぇ。はい。まあ、セムテックスとランチャーコンビで半分以上減ってしまうと。まあ、通常がこちらですね。はい。そしてこれがフラッグジャケットとタクマス。あと、追跡者かな。まあ、そちらのパークをつけた最強のゴリアテ。まずそんなに強くないんですけども、こちら、追跡パークついておりますので、こういった形で、あれですね、足跡が見えますね。まあ、これは割とどっちでもいい。一応、ま、適用されるってだけお伝えしておきます。さあ、ではフラッシュバン行きましょうか。オンライン。さあ、画面が真っ白になるが、早く戻ると。いいですね。まあ、これはまあまあ、正直誤差の範囲内っちゃ誤差の範囲内なんだけど、こっからがすごい。さあ、セムテックス行きます。よいしょ。さあ、ついたんですが、こちらジャケットの効果がついておりますので、あら不思議、全く食らわないと。まあ、全くはちょっと嘘だね。ちょっとしか食らわないと。では、続けてランチャー行きます。先ほどは半分まで体力減っちゃいましたが、こちらで。はい。まあ、半分まで行かないと。まあそうですね。やっぱりこれつけるとつけないだけでだいぶ変わってくるんじゃないかな。このゴリアテに関しては。ね、まあ大抵これ撃ってくる敵って、まあ爆発物じゃないですか。てか爆発物でだいぶ削られると思うんで、そういったところ、フラッグジャケットね、アルトナイトだけでだいぶ変わってくると思いますので、まあぜひね、参考にしていただけたらなと思います。ちなみにもう一個つけて、うっ。わー、2回目でも全然耐えるね。といった形となっております。はい。まあ、本当にこう、ありそうでなかったようなね、パークの使い方だったんで、今回ね、こちら使ってやっていこうかなということで、早速公開マッチやっていきましょう。はい、ということで、早速、スタンドオフのドミネーションやっていきたいと思います。さあ、さすがにね、なんだっけな、3、4回目ぐらいかな、ゴリアテの実況。なので、正直もうワンマントークというか、もう、いいから感があるんで、まあ、そのフラッグジャケットの適用されたところだけうまいことね、抜粋というか、皆様にお見せして、それ以外はちょっとダラダラとやっていこうかなと思います。てか、皆さん、最近、コールオブデューティーモバイルやってますか？なんかすごいコメントで来るのは、なんか、ジャヌさんの動画だけ見てます、みたいな。コメントよくいただくんですよ。まあ、非常にありがたいっちゃ ありがたいんだけど、飽きてきたのかなって思って。まあ、僕はあれですね、シーズンが変わることにモチベって復活するんで、マジか。そう。やっぱね、追加要素が来ると、すごいテンション上がるんですよね。やっぱ実況者やってるからっていうのもあるんだけど、なんだろう。うわ、これ追加された動画で紹介せなみたいな。うわ、これ動画で紹介したらどういう風に紹介しようみたいな。みんなこれ喜んでくれるかなみたいな。なんか、そっち路線で考えちゃうから、あんまり、モチベって、まあ、多少波があったとしても下がることはないんだよね。ただ、みんなはそういうわけでもなくっていう、誰に向けても発信するわけでもないから、ね、友人とかいなかったらモチベって下がっていく一方なんかなとか、逆にホットなのかなとか、ね、そうやっていろいろと考えちゃうところではあるんですけども、はい、よかったら皆さんコメントをしていただけたらなと思います。顔出せ。1枚カットからのリロードオンラインね。さあ、敵さんがまだいますね。よいしょ。UAV 出していきましょう。UAV オンライン。で、あと少しでウォーマシンが溜まるから、それまでちょっと待ってほしい。いや、味方それカバーできる？待って、いけるそこ。来るか？ナイス。あ、待って、いるじゃん。危な。いや、これ B 取れるかな？いや、B 取るより多分これゴリアテ出した方が早いぞ。待って、あと25ポイントだったら私の、この、プレデターミサイルでナイス打ち切る。さあ、これでやっとゴリアテ出ましたね。
さあ次のラウンドから使っていきましょう。とりあえずここは B 取って、ディーフェンスディーフェンスとナイス。さあちょっと開幕クソイムかましまくってたんですが無事。いやーマジか、ダメだな。いやまだまだクソイム。さあ B 取られてますね。ウォーマシン別にここで使わなくてもいい感あるからな。よいしょ、攻めてつなげて、ナイスアッカイ。さあ L 字に入って出たそこ。いやーさすがに抜けないかタイプくん。やっぱあの角度ってなってくると壁抜き判定というか窓枠に当たっちゃってなんだ、当たっちゃってるから、そこなんとか直さないといけないんだよね。ナイス1キル、ナイスダブルキル、リロードする。さああと少しで前半が終了する。でここでちょっと角待ちしときましょうか。見てるからね。オッケー、危ない、リロード。さあいいね、 UAV も溜まってきた。来るかな、ナイス処理。さあ50対37、結構 GG してますね。最初は、結構拮抗した感じのドミネーションでしたが、無事なんとか打開できたと。さあではこっから使っていきましょう、ゴリアテパイセン。開幕からちょっと使っていきましょうか。さあ初期っぽに入って、まあゴリアテが溜まるまで、出せるまで待ちます。さあ多少ディレイがありますが、オッケー出せますね、出していきます。でその待ってる間暇なので、セムテックスだとか投げ物投げて今のうちに打開していきましょう。よいしょ。さあこちらフラッグジャケットね、すでについておりますので、よいしょ、これでもう最強まんじぬゴリアテでしょ。おい顔出せ、そこおるやろ、そこだ、ナイス1キル。さあ B 取っていきましょう。待って C 取られてる、やばそう。でしっかりとそこもぶち抜く。でしっかりと、このガトリングのやつもよいしょクールダウンさせておいて、いやそこ頭出し微妙だな。来い1枚で2枚目カット、やべえ、ジャケが全然発生しないんだけど、すいません、あの普通に銃撃ばっかもらってる気がする。1枚でそこいるからダブルキルで、さらに奥から来るからこいつも抜いていく。オッケー、あと体力ミリだね。体力ミリですが爆発しようか、ここで爆発する、ドーン、ははははゴリアテキルナイス。さあこんな感じで、やっておりますがどうだろうね。うわここめっちゃ美味しそう。んーただシングルか。さあ UAV 出していきます。いや B 取られたな、なんだかんだちょっと GG しそうな感じではある。いやウォーマシン使いたかった。いやごめんね、ちょっとあのジャケットが全く使うところなかったですね。今回ちょっと敵さんがあの頭出し、あの車のポジですね、そうあそこのちょっと際どいシビアなところで、戦ってたので、なかなかね難しいところというか、あの使うところなかったんですけども、投げも投げて、さあ敵アルファ取ってこようとしてますね。こっち側にスモークたっていきましょう。おお、ここでジャケットが発動するか、ここで効果出るか。お味方やってんね、大丈夫それ、そこです、はあプレデーターやりおる。さあではアルファ取っていきましょう。なんか放置一人いんね、まあ最後まあ負け試合だから放置してるって感じか、まあたまにあるよね。ではプレデーターミサイルで最後決め込んでいきたかったんですが、無事勝利と。まあそうですね、使うところなかったんで、もう一つあのクリップとしてあのお届けしようかなと思います。はい、ということで無事ゴリアテが出たということで、あ使っていきましょうか。待ってね、一回ここで前線部隊を殺す、 OK。 よーし、さあではゴリアテ、うわーここで死ぬか。ただまあ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  OKOK、 前線うまいこと取りながらゴリアテパイセンが出せるので、よいしょ OK。 さあこちらにちゃんとフラッグジャケット乗ってますね。さあ B をまだ取れてない状況で出せるのはマジででかい。さあこれで打開していきましょう。ナイス、味方カット、いいね、オッケー。さあさあこっからがっつりと B に乗っていって、敵のランチャーだとかをがっつりと防いでいきましょう。はい、ナイス、いいね、お、ジャケット効果出た、あいいね、ジャケット効果めっちゃ出てるよ。まあ、本来であればランチャーで3つぐらい撃たれて、さっきので結構やばい感じでしたが、はい無事これで取れたと。いや出たね、これはクリップですわこれ。わあ、またジャケット効果出たね。ほら、やっぱ、これでやっぱ生き残れるっていうだけで、まあ、プラス1キルできるわけじゃないですか。そういうところがやっぱ強みですよね。あ、なんだあれ。オッケー、ナイス、赤い。まあ、本来はね、スコアストリークにジャケット効果なんかつけられないんですけども。まあ、言ったらあれ、ウォーマシンを防ぐって感じですよ。さっきのステレスヘリが。はい、ということで今回最強スコアストリークのこちらゴリアテ紹介させていただきました。まあそんなに数出せるものではないんですけど、まあ出せた時にね間違いなくあの戦況をねこう変えることができますので、まあぜひぜひ皆さんこちら参考にしていただけたらなと思います。これからもねコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。へっ、あっ、よいしょ、あいつスナイパーライフル、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 あいつだ、出会ったら攻撃中、あんな言えばお前、あれ、完成、あれ、出せない、出せないのか、希望来い、さあ、よいしょ、フラグオンラインは、からの、後ろ下がれ、お、倒した
池田やった。これ何何これ何スパイダー雲の皮。あ、ちょっとください。やめろー、何もキーが動かない。駐車止め。おーっしゃ、マジで嘘。オーマイガー、オーマイガー、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん全然見えへん。